大信盛は日本の政治家。衆議院議員、環境大臣政務官、民主党副幹事長などを歴任した。本名は大谷信幸。兵庫県姫路市生まれ。東洋大学附属姫路高等学校、大阪商業大学省経学部卒業。大阪商業大学在学中はボクシング部に所属していた。大学卒業後、アメリカ合衆国。 ジョージ・ワシントン大学大学院に留学し、国際関係論を専攻。修士号を取得した。その後、エディ・マイ社の政策調査、広報コンサルティングスタッフや、新党先駆けの職員を経て、1996年の第41回衆議院議員総選挙に、旧民主党公認で大阪9区から出馬するが、新新党の西田武志らに敗れ、落選した。2000年の 第42回衆議院議員総選挙では、保守党公認の西田武氏や、無所属の木本穂平ら候補を破り、初当選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、自由民主党に入党していた西田武氏を破り、再選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、前回下した西田に破れ、比例復活もならず落選。 2006年、西田の死去に伴う、補欠選挙に出馬するが、自民党が擁立した原田健治に敗れ、再び落選した。なお原田健治は、1996年の総選挙において、大阪急区で議席を争い、大谷同様西田に敗れた原田健の長男である。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党公認、国民新党推薦で、 大阪九区から出馬し、自民党の原田賢治を破り4年ぶりに帰り咲いた同年9月、鳩山幸男内閣で環境大臣政務官に任命され、菅直人内閣まで務める。2012年の第46回衆議院議員総選挙では民主党公認、国民新党推薦で大阪九区から出馬したが落選。その後は大阪商業大学の研究員として、 ギャンブル依存症についての論文を執筆している。ありがとうございます。